ああ、今日の晩ご飯なんやろうな。やあ、刹那気づいたよ。息してる。さて、逃げた黒いやつを探しに行くの、マーキー。刑事物を見てるような、マーキー。追い回す、マーキー。どこにいるんだ、マーキー。ここじゃないな。下の方に逃げたんかな、前回のパート。こちら側はイースに任せよう。はーい。でもイース君、優等生ながらにさ、あんまり仕事はできなさそうなタイプに見えるんよな。完全な俺の偏見だが。ってことは下か。下に逃げたんだよ。多分イース君はってさ、逃げた方向とは違う方向行ってるパターンだよ、これは多分。母性さられた場所から脱出したんかなと思ったら違うみたいだね。あれ、イース君、ちゃんとあの黒い影の方向に追いかけに行ったんかもしれませんね。向こう側はそもそも。こっちかい。え？向こう側ってこっちのことを言ってるのかい？でも行き止まりだよ。来るかけなんかいないよ。来るかけなんかいないんだよ。本当におらんけど。俺は黒い鍵の人を探しに行ったんやけど。まさかさらっと家の中に戻ってきとったとかそういう話じゃないだろうな。U ターンして家の方に戻ってきたら俺らそっちには探しに行かんだろうねみたいなそういう作戦を取ったか。だとしたらあいつ頭いいぞ。黒い影のやつ頭いいぞ。で、ちゃっかり元の部屋に戻ってきてるとかそんなパターンじゃありませんよね。はい、入れた。ははははは。あれ？え、俺じゃない？イース君か。いた。イース君が見つけたんじゃ。早く渡してください。無理やりでも奪いますけどね。いや、やばい。イース君の黒い部分が見えてきた。あ、なんかイース君のこと好きな気がする。イース君のこういうブラックな部分見えて、なんか好きになった気がする。優等生だったけん嫌いだったかな、俺。ダメだって。言ったじゃないですか。私は反対なんですよ。彼を殺すこと。彼って誰？前まではあなたと同じ意見でした。でも変わりました。彼は生きるべきです。なんなん？生きるか、生かすか殺すかっていう決断しろ的な、そういうグロい話が行われてる。なんなん？何が起きてるん？俺の知らんところで何が起きてるん？どうせ消されるんだから先に消してあげましょう。やばい。単独で戦闘だ。イース君単独で戦闘だ。イース君の能力上げとけばよかった。だから前回のパートイース君の能力全然上げてないですよな。攻力上がる装備完全に主人公のレイダ君の方に渡したなって思った。 どう考えたらちょっと悔やまれるぞ。いけ。ファイヤー。倒した。 倒した後にミルクティーがポンと置かれとっていうシュールな状況。倒してまった。何？後ろに黒いやつ出てきたぞ。あれ？ピースを脅さなかった。またよしはどこに？危うなシャワーズか。まさか最初から持ってなかったのか。それともどこかに。ああ、また無意味なこと。誰だ、お前は。本当に懲りないね。もうやめたらすごく惨めだよ。おい、惨めって言われてるぞ、イリス。なんて言い返す。そういえば、赤い奴らはまだ消していなかったな。面倒だ。やばい。イース君のブラックなところが出てきて本当に面白くなってきたぞ。イース君優等生キャラをかぶってたな。他人と比べてばかりだから変われないんだよ。自分の悪いところを否定してばっかりだから変われないんだよ。早く消えてしまえばいいのに。やばい。一つ前と二つ前の言葉はちゃんといいこと言うような気がする。他人と比べちゃダメ。そう、オンリーワンじゃ。ナンバーワンよりオンリーワンじゃ。この赤いやつは結構いいこと言ってるぞ。あっ。 いいです。 その赤いやつは結構いいこと言ってたような気がするぞ、俺的には。 また失敗か。 もういいや。 まとめてやってしまおう。 やばい。 まとめてやってしまおうという言葉の重み。 ライターか。 マッチは。 まとめてやってしまおうって燃やすつもりなんがね、俺の方来た。 レイター君、よく周りを見渡して。はーい。何ですか？見渡したら何すか？
もうよくわからない俺がじゃ自分はどこにいるべきなんだろうかそうやな、どこにおるべきなんだろうな。タルー、あの奥のを調べたいけどな。これは君ならきっと大丈夫。何の根拠があって言ってくれたんだ。これは大丈夫な。そもそもここで何をやればいいのか。夢の中で自分の部屋を思い浮かべる。そして布団に入って静かに目を閉じるのだ。すると、気になるところ、気になるところ教えてくれ。思い浮かべて寝たらどうなるの。いい夢なのか、悪い夢を見るのか。あ、動かせる。もうピッタン、ピッタン、文字ピッタン、ピッタン、ピッタン、文字ピッタン、動かす部分は。待てよ、これ。この下の扉とか。下から、本じゃ。本、ちょっと出ようとしたのに、赤い人出てきたよ。ちょっといいこと言うと赤い人出てきたよ。その扉の鍵、欲しい。欲しいよね。でも私はあげたくない。勝手に閉めといて何言ってんだってめば。やめろ。レイタ、多分逃げるでしょう。逃げんよ。逃げんよ。逃げんよ。レイタに、いてほしいんだよ。ずっと。そういうことだったらおろうかなって思うか、ボケ。だってこの前、ここで暮らしたいって言ってたじゃん。お金くれたら。みんなずっと待ってたんだよ、レイタがここに来るのを。あ、そうなんですか。あ、でも俺人見知りやけんな、ここに何見るかわからんけんな。ねえ、どこにも行かないで、ここにいようよ。あ、嫌だしかないや。レイタ君も嫌だと思っとったんじゃ。そう。じゃあ、バイバイ。お前がバイバイする部分、じゃあ、ブレイカー。迷いは捨て去った。あ、こいつが持っとったんじゃ、結局だから。イースはどこにいるのだろうか。隣。あ、燃えてるやん。熱っ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 。イースどこ行った。熱っ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 。イリス、熱っ熱っ。じゃ触らんかったらいいやん。熱っ熱っ言うんだったら触らんかったら熱っ。わ、めっちゃ燃えてる。あ、なんか襲撃を受けたみたいな感じになっとるんやん。敵の国のやつらに襲撃を受けたんかと。そんな状態になってしまったじゃないか。あ、イリス、お前どうした。あ、レイタさん、あいつはもう消しておきました。ピースも無事手に入りましたし。お前、さては俺の前でだけ優等生キャラ演じようか。お前は僕の用はもう終わりました。それとこの会社ひどいですね。早く別の場所へ行きましょう。ひどいですねってお前がやったんだろう。一体どうしてこんなことに。いや、お前やろ。お前が火つけたんやろ。さっきの話聞けたらライターかマッチかみたいなこと言おったじゃないか、お前。結局僕がしたかったことは何があって。もうどうでもいいですよ。早く行きましょう。奥に別の入り口があるんです。そこに向かいましょう。なんだこいつ。なんで俺の前だけ優等生キラーエンジョンや。奥に扉があるってなんなん。奥の扉ってこの先の上の方の扉ってことかな。あ、いとるやん。前は生きてなかった。はい、まだ入らんのかい。待ってくださーい。お前、あ、お前か。もうお帰りになるのですか。みんな消えてしまいました。僕もきっと消されるんですよね。あ、消してお前は隣、俺の隣におるやつやけどな。もう少しここにいたいと思いませんか。思いません。即答や。即答しちゃったらいい。そうですか。残念です。あ、なんだ、やっぱり強い人だ。強いんです。で、なんで戦闘になるの。とりあえずブレイカーやな。定番ブレイカーやな。もう幻想をぶち壊すからな。ゲス君は一人で、なんか、あー、危な。イリス危ないぞ、お前。よう、位置で耐えたな。
イスクってなんか覚えとったっけな。先生ゴミ超音速って言ってもブレイカーの方が先かだった。シュークリーム、なんかさ、こういう赤いやつらってさ、お菓子とか結構持っとるような甘党ばっかなんかやな、こいつら。もうここのお住人たちはいなきゃいました、行きましょう。え、何イリス、お前どうすればお前を殺せるかなってずっと考えてた。あいつから聞いたんだ。あいつに首を絞めてくれって頼んだんだろう。あいつの代わりに俺が絞めてやる。お前の方が優れてる。そんなことを俺にだってわかる。だから悔しくて、だからお前の存在が邪魔で邪魔で。死ぬ覚悟はできていたんだろう。ああ、じゃあ死んでくれ。お前の全てが無になって消える、一番楽な道だな。知ってるか、人間最後に残るのは聴力なんだと。お前の息が絶えるまで罵声を吐き続けてやる。イリス、お前演技だったのか、優等生キャラは。終わっちゃったよ。もう何もかもがわからんまま、結局イリスは優等生キャラを演じた悪ってことだったのか。まんまと騙されたわ。そうか、だから俺嫌いだったんじゃ。なんとなくイリスが悪いやつだった、悪いやつやって気づいとったんじゃ俺。だから俺のイリスのことはそんなに気に入らんかったんじゃ。なるほど、俺の正義の心があったんじゃ。それにしたって全然息してるの題名のタイトルの意味がわからんかったし。そして何より、何が言いたかったんだろう、このゲームは。そんな状態だ。でもまあ多分なんだろうな。やべえ、理解できないアインストーラー。多分レイタ君が才能を持っとって、イリス君みたいな才能を持てない人間がここまで来て夢の中にまで手を伸ばしてきた、そんな感じなんだろうか。エンディングし、逆メドレー、マルチエンディングだった。というわけで今回息してるとりあえず最終回。さて、まあ攻略サイトがあるんで、あの他のエンディングを見るためのヒントとかも、まあまあ言ってしまえば答えも見えるんですよ。だからあの視聴者さんのコメント次第で、高評価と視聴者さんの2周目やってくださいよってコメント次第で、多ければ2周目やっていきたいと思います。少なかったらやりません。いやらしいタイプのやり方でいきます。いやー、息してる、まあゲームってとりあえず1周やればそれなりに満足できるけん、2周目っていうのは視聴者さんが見たいか見たくないかって感じかな。俺としてはやるかやらないかの判断はそんな感じですな。というわけで、視聴者さんの人が望むなら2周目をやるみたいな感じでいきたいと思います。というわけで今回はこの辺で、息してる最終回、とりあえず最終回です。レイダ君、前に進もうとしたんだよ。あのイリスが最後にレイタ君の首絞めるけん進めんかった、そんな話だろうと解釈しておきます。というわけで今回はこの辺で週上げ。イリス、貴様裏切りおったな。やっぱり俺の目の前で見せたあの優等生キャラは仮面だったんか。イリス、お前2周目に入ったら覚えとけよ。2周目やるかわからんけど。